近大行くならマナビズム。こんにちは、マナビズムの矢沢です。この動画では近畿大学の理系数学の勉強法についてお話していきたいと思います。近畿大学では数学 1A2B だけで受験できる学部もありますが、ここでは数学3まで必要な学部の勉強法についてお話していきたいと思います。まずは全体の大問構成と配点についてです。近畿大学の理系数学は全部で大問が3つ、制限時間が60分となっています。すべてマーク式の問題で空欄は約60個、大問の配点はだいたい30点から35点でほとんど均一配点になっています。小問の配点はだいたい3点から5点です。問題構成は大問1が数学 1A2B の小問集合、大問2は数学 1A2B の範囲の中から一つの単元に絞って出題される問題、大問3が数学3に関する問題となっています。続いて各大問の目標点数です。近畿大学の多くの理系学部で最低目標点数としたいのが100点満点中の70点です。だから各大問で全部7割以上の点数を叩きたいんですね。もちろんこの7割という点数は今から話していく勉強法をしっかり実践してくれれば取れる点数になっています。ただ注意点としては全問マーク式の問題になってます。だから数学特有の部分点みたいなものはもらえません。そして計算量が多い問題がすごく出題される傾向にあります。なので早く正確に解けるようにしていきましょう。それではここから具体的な勉強法に入っていきたいと思います。近畿大学の理系数学攻略のコツはもう絶対に出題者の意図を汲み取ること、もうこれにつきます。毎年共通して見られる特徴が2つあるんですね。そのうちの1つが典型的なパターン問題が少ない、2つ目が計算量が多い、この2点です。まず1つ目について、入試問題ではパターン問題と言われるものが多く出題されるんですね。このパターン問題っていうのは問われ方とその解法がもう決まりきってるもの、これをパターン問題と言います。で、近畿大学と同じ偏差値帯の他の大学の数学を調べてみると、参考書とか問題集でパターン問題としてもよく出題されてるものがもうそのまま出題されてたりするわけですよ。ただ近畿大学ではすごく珍しいんですけど、そのパターン問題があまり出題されません。パターン解法を利用したりするんですけど、この問題集とか参考書と問われ方が全然違ったりするんで、どういう問われ方をしても解けるような状態まで仕上げていかないといけないってことなんですね。で、計算量の方も同じ偏差値帯の他の大学と比べて非常に多い傾向にあります。特に数学3では複雑な計算を処理する必要があるので、演習量をたくさん積んでそれに慣れていくようにしてください。続いて数学の勉強の手順を4つに分けて説明していきたいと思います。まず1つ目は教科書内容をしっかりと理解していくこと、2つ目が単元ごとの品質問題の理解型暗記、3つ目が2の演習、4つ目が過去問演習、この4段階に分けて勉強を進めていかなければなりません。それでは続いて一つ一つ詳しく説明していきますが、まず1つ目は教科書内容の理解です。ここに関して教科書で進められるのであれば特に参考書を使う必要はありません。ただ教科書に苦手意識がある人、この人は優しい高校数学を使うようにしてください。この参考書は先生と対話形式で進んでいく参考書になってます。だからすごく理解しやすいんじゃないかなと思います。で、この参考書は 1A2B3 この全ての範囲をだいたい3ヶ月で一周終わらせることを心がけてやってください。続いて2番です。単元ごとの品質問題の理解型暗記、単元ごとに品質のパターン問題を理解しながら暗記していくようにしましょう。近畿大学では教科書とか参考書に載ってるパターン問題を問い方を変えて聞いてきます。だからパターン問題をただただ丸暗記するだけでは対応できないわけです。で、複数の回答のパターンを使って導き出さないといけない問題も出てくるんで、どの解法を使ったらいいかをただ暗記していくんじゃなくて、なぜその解法を使わないといけないのかっていうところまで理解して覚えていくようにしてください。で、このパターン問題をインプットする際におすすめの参考書が2冊あります。まず1冊目が数学 1A2B なんですけど、文系の数学重要事項完全習得編で、2冊目が数学3なんですけど、志田明先生の数学3の点数が面白いほど取れる本です。これら2冊を完璧にすれば数学 1A2B のパターン問題も数学3のパターン問題もしっかりと理解型暗記ができるので、この2冊を、ね、完璧にしていくように心がけてください。で、この参考書を使うときに意識してやってほしいことがあって、この ABC でちょっとランクを振っていってほしいですね。で、どういうランクかというと、 A が完璧に解けた、 B が方針は合ってたけどミスしてしまった、 C が解けなかった。で、1周目やるときにこの ABC の記号をつけてしまって、2周目以降は BC を A にできるようにしていってください。
で C の問題に関しては2回連続で A が取れるように何度も練習していきましょう。文系の数学重要事項完全習得編が152題、志田明先生の数学3の点数が面白いほど取れる本が100題収録されています。これら合計252題の例題が考え方も間違ってないし計算ミスもない、本当に完璧になってる状態っていうのを作り出せたら本当に今後の数学力に関してはもう安泰なので、まずはここをしっかりと、ね、固めるようにしましょう。先ほども言いましたけど、この解法を使っとけばいいんやじゃなくて、なぜこの解法を使わないといけないのかっていうことを理解してしっかりインプットしていくように、ね、してくださいね。でこの教科書内容の理解と単元ごとの品質問題の理解型暗記、これについてちょっと補足事項があります。まずは数学3には手をつけずに数学 1A2B の教科書内容の理解に努めてください。でこれが終われば数学 1A2B はパターン問題に進んでいくんですけど、そのパターン問題に進んでいく段階でやっと数学3に手をつけていきます。でその数学3の教科書内容の理解が終われば数学3のパターン問題に入っていきます。で数学 1A2B3 の全部のパターン問題の理解型暗記が終われば、そこから問題演習に入っていくという流れです。続いて3番です。パターン問題の演習についてのお話をしていきたいと思います。でこの段階で意識してほしいことが2点あります。まず1点目がインプットに抜けがないかの確認をしっかりしていてください。で2点目が問題の誘導に乗る力を鍛えていくこと、これです。でそもそも近畿大学では誘導のある問題が少ないわけですよ。誘導が少ない、ただ誘導のある問題が解けないのに誘導の少ない問題は解けるわけがないんで、まずは誘導のある問題をしっかり解いていけるように訓練していくようにしましょう。ここで数学 1A の問題演習書についてはセンター試験の黒本を使用していくようにしましょう。数学3は全レベル問題集の5を使用していきます。これらの参考書は解説が詳しいんで、どこまでができててどこからができてないかっていうのがすごくはっきり分かりやすいんですね。だからこの問題演習ではすごく効果を発揮してくれます。でその際にね、もうここの単元めちゃくちゃ苦手やっていう単元も見つかると思います。その時は数学の〇〇が面白いほど分かる本で単元ごとを攻略していくようにしてください。それでは最後ですね、4番の過去問演習についてのお話をしていきたいと思います。この 1,2,3 のフローをねしっかりできるようになったら、いよいよ近代の過去問に取り組んでいくわけなんですけど、近代の過去問ではもうその出題形式と時間配分、これを意識して時間内にしっかりね解ききれるように、取りたい点数を取れるように訓練していてほしいと思います。でこの 1,2,3 までのフローでは時間制限を意識してやってないんですね。それよりも解ける問題のパターンを増やしていくことが重要なわけです。でももちろんね、入試問題なんで時間制限があるわけじゃないですか。しかも近畿大学は計算量がもうめちゃくちゃ多い、それをしっかりと時間制限内で取りたい点数を取るための訓練をしていくのがこの4番の過去問演習になります。でね、これ年度によって近畿大学の数学はもう様々な問題が出題されます。だから一般前期のものやっとけばいいわ、一般前期受けるから一般前期のものやっとけばいいわって、もうただそれだけじゃなくて、もう入試できる過去問に関してはもう全て解いてしっかりと対策を講じるように、ね、してほしいと思います。それでは最後に勉強法のルートをまとめていきましょう。はじめは数学3に手をつけずに数学 1A2B の教科書レベルの理解をねしっかりやっていくようにしてください。教科書が分かりにくいなっていう場合は優しい高校数学をね使うようにしてください。で数学 1A2B の教科書レベルの理解が終わったら、いよいよパターン問題に進んでいくわけなんですけど、その時は文系数学重要事項完全習得編を使ってパターン問題を理解型暗記していくようにしてください。それと同時に数学3の教科書内容の理解をしっかりしていくようにします。で数学3の教科書レベルの理解ができればパターン問題に進んでいくんですけど、そのパターン問題の習得に関しては志田明の数学3の点数が面白いほど取れる本を使用してしっかりと理解型暗記していくようにしてください。でその2冊で数学 1A2B3 の全てのパターン問題が自分の身になったら問題演習していくわけです。その問題演習で使うのが数学 1A2B はセンターの黒本で、数学3は全レベル問題集の5を使用するようにしてください。でその問題演習をしていくにあたって苦手な単元が見つかった場合、その苦手な単元の面白いほど分かる本のシリーズを購入して、それで進めていくようにしてください。最後に過去問も使って演習です。しっかりと制限時間内に自分の取りたい点数計算ミスなく解けるように演習して本番に臨むようにしてください。それでは近畿大学の理系数学の勉強法についての動画はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。学びズムでは勉強計画の設計や受験相談ができる無料体験コンサルを随時受け付けております。在宅コースもあるので全国どこからでもお気軽にご相談ください。お申し込みはお電話またはホームページからお願いいたします。